当たりだ。よし取った。よし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 。では1投目いってみまーす。仲間が今あそこで竿を出してるんですけどね、朝市のコマセ巻いたら上の方にクロダイがガーッとね浮いてくるのが見えましたよ。もしかするといけるかもわかんないですね。入るのが、うわ、餌は丸々残ってる。もう前回の初島は高めの猛攻にあったんでですね、まあ、今のところ魚の気配がないっていうのがいいのか悪いのかわかんないですけど、まあ、餌取りは今のところは気にしなくて良さそうです。触ってるっぽいかな。うん、触ってますね、餌ね。あれ、これは、いけるか。触ってるっすね。触ってましたね。あー、どっちだ。こっち当たりだ。よし、乗った。なんだこれ、メジナかな。よし、メジナだ。突っ込むじゃん。脇田さん、なんか来たよ。おぉ、メジナ、イエーイ。いいサイズですよ、まあまあ。これ。よっしゃー、一匹目来ました。35センチありました。カメラ回ってなかった、やっぱり。せっかくのヒットシーンなのに。餌残ってる。どういうことだこれ。水中機の仕掛けに変えて、当たり行きが0号ですね。で、水中機が J3 っていう、こんな設定です。誘導は今1ヒロ取ってあります。そしてハリスが2ヒロ、3ヒロ狙ってみたいと思います。
メジナガ釣ってないです。だけどたまにやっぱり餌は取られる時がある。餌取られるんだったらやっぱりそれを釣らないとね。わかんないでしょ。だからしっかり、だから俺もさっきまでずっと浮き具と沈めてたけど、もう今は棚取ってるよ、ちゃんと。餌も取られないって言ったらなかなか難しいけど、もう餌が取られるんだったら、とりあえずその餌取ってるやつ何かは知らないとね。こう一番のこう無駄な時間って、餌がないまま流してるのが一番無駄だからさ。だからある程度、顔怪我しちゃって喧嘩したね。パン食べるか。ねこいで、こっちおいで。ねこいで。なんでお前食べないの、これ。ほりほり食べろ。いらないこれ。よかったねえ。いい感じで流れてるけどな。よし、当たりました。間違いない。これいける。当たりなのにな。乗ってる。なんか来たわ。やっぱこれが結構いるんですね。とりあえずフグでも魚さえいればなんとかなるかも。あれはいける。これは当たりですね。よいしょ。もうちょい。サイズはそんなでもないですけどね。猫取るなよ。猫に取られそう。30、31過ぎたとこ、32にちょっと届かないぐらいですね。干潮って何時だっけな。猫、ういっす、どいてくれ。どいて。はい、
ハリスを1ヒロ半に変えて、浮きを005に変えました。一応まだ誘導って1ヒロ取ってあるんですけど、おそらく誘導するというよりも浮きごと入っていくようになるとは思うんですけどね。浮きのサイズを少し大きくしてやってみます。これの方が安定する。でっかいアゴはいることは言いますね。ただあれもそんなに食ってこないですよ。ああ、これだから潮が上げてきて、当たった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 。これ目白でしょ。目白ですよこれ。今いい当たりですね。竿叩いてない、大丈夫ですか。だ茶色くないこれ。すごく茶色い。むちゃ茶色い。ちょっと。やめてよ。むちゃむちゃいい、むちゃむちゃいい当たりでしたね。思いっきり走りましたね。ほんとっすよ。すげえ期待したじゃん。なかなかアイゴ走ってくんないっすか。そうそうそう。今ちょうどアイゴの話してたのにね。アイゴもやる気ねえじゃんさ。やる気でしたよ。やる気出してきました。いい色のアイゴほら。もう来なくていいんだぞ、アイゴ。そう、嫌いじゃないけど。いけるか。当たりですね。走ったけどな。ダメかな。今ばかりだ。押さないわ。よしよし。
よし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 。これだけ、これだけ。よし、取った。よし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 。これだけ、これだけ。よし、取った。なんだ、アイゴかな。ガンガンいってる。アイゴかな。強いですけどね。ネズナだったらまあまあでかい。アイゴじゃないんじゃないの、これ。どこ走るんだあいつ、ね、あんなとこ。あいこかな、でかいですけどね、うん、そこはそこはやめて、そこはやめて。よっしゃ、なんだこれ。え、スズミか。あれ、何入ってる。ちょっと出てきて、出てきてね。よしよし、うん、スズミ。これメジナだったらでかいですけどね。メジナだ、でかい、でかい。よっしゃ、わ、来た来たよ、でかいやつ。でかいっすよこれ、超でかいじゃないこれ。40いったかな、40いった。ほら、40いったでしょ、これは。40いったよ、これ。40いったね。むちゃむちゃ引いたもん、これ。やったぜ。これ多分40いってますね、これ。しかもいいとこかかってるし。やったぜー、あれでも、これはやった。さあ、40いってるよね。あ、だけどそれでもジャスト40ぐらいですね。これはいいだけど。これは嬉しいですよ。もしかするとちょいちょいメジナが餌に触ってたのかもわかんないですね。まあ何かしらが触ってることはあったんですけど、早めに電球機に変えましょう。電球機が 3B ですね、ハリスはまだ一広半ぐらい、誘導が一広。
当たってる。よっしゃ、来た。今のは食ってた。いいふりしてた。よしよし。浅いところ食ってんのかな、これ。塩焼きサイズぐらい。ちょっとちっちゃいね。あ、これだけど、持って帰ろう。持って帰りますよ。30はある。これ30、あら、32ですね。32センチ、33にちょっと届かないぐらい。あ、どうも、脇田さん、おはようございます。